俺は三国志大戦を愛し戦い続ける全ての熱き男たちの厳しくも美しい魂のドラマの記録である。はい、3秒前、2、1。どうも、ブンブンです。カジです。今回は、三国志大戦の攻略 DVD の大調整、こちらの宣伝を、はい、かっこいいですね。俺もあんまりよく知らないですけど、はい、全国のトップランカーが夢の対決を繰り広げる手元映像付きの対戦に始まり、テクニックに定評のある君主4人が地図記とともに上達への道を語るバトルレクチャー、そして有名覇王たちによるぶっちゃけ座談会ね、さらに我々が出演した香港冒険企画の模様が収められた史上空前の勢いで超絶賛発売中、マジであの頃噂も通り、こうキュートでラブリー三国志大戦攻略 DVD 第2弾の大賞戦、イエーイ。さすがカジ君、読んでるみたいにスラスラだね。うんでしょ、うん。対戦集の十二決戦、はい、まあ、有名覇王同士の対決なんだけど、はい、いや僕別に何の用もないんですけど、うん、現場に行ってたんですよ、はい、ギャラリーででしょ。ギャラリーで仕事関係なかったの。仕事全く関係ないでしょ。やっぱり一番面白かったのはやっぱエイトじゃないですかね。エイトのプレースタイル、アメリカンスタイル。なんかじゃ撮影するとき手元映るんでなるべく前のめりにならないようにしてくださいねって言ってもね、いきなりこうだったからね、上にカメラがついてるんですよ。そうだからこうやんないと普通にこの手元が映んないんですけど、うん、もうこうやってやってるから後頭部しか映ってないですよ、あいつ。特に最初のやつとかね、はい、だってみんなえみたいな空気になったからね。あれエイトさんみたいなね。そんなんだったっけな。やっぱり STO ですね。ああ祝銀 STO のやっぱりあれ祝銀なの、あ純銀だ。俺いつも祝銀って頭の中で言ってるんですよ。なんで祝銀なの。やっぱ熟銀、あ熟銀じゃない、純銀じゃない。やりすぎ、素手書だって八郎さんですかね。あれはちょっとね、あ空間だね。みんなもえーって言ってましたもん、ね、そうそう、どうすんのそれでみたいな。で割となんとかしちゃうんだよね。そう読めないんですよ、戦い。あれも天才系だね。あの人はぜひ見てほしい。次はですね、ためになる四覇王バトルレクチャーなんですけど、あのバトルレクチャー、はい、ちなみに四覇王にですね、はい、それぞれ兵種別に弓兵、騎馬兵、あと槍兵ですね、はい、これのまず兵種別のレクチャーと、あとまあパン一丁の方に全体的なプレイングでの注意点とかを聞いてみました。やっぱあれ奥が深いですね、割と。あそうなんですね、結構見てて簡単そうですけど。そうでしょ。撮影の時にやってたのは、はい、実際どういった角度で向ければ標的に当てられるのかとか、あとは前の潰し方とか、 あとはテーブル力から狙って落とすやり方とか、爪の指の細かい、要はそのカードの傾けるテクニック。これはすごい、あれは参考になってます。すごい、はい、で騎兵ですね、オズマ、はい、実際きついでしょ今のバージョン。またまあそうですね、槍多いですからね、はい、まあ、それも踏まえた上で、はい、馬を使うにはまあどうすればいいかみたいな私もあるって言ってたんで、これまた必見ですね。祝銀 STO が純ね、あ、うん、槍ですね、はい、槍です。純銀 STO の衝撃の出し方ですね、はい、このペタペタ、そうちょっとコツをちゃんと教えてくれって言ったんですけど、はい、本人感覚でしか分かってなくて、やっぱそこがちょっとやっぱすごいですよね、はい、タイミングですって言うんですけど、体に染み込んじゃってるんでしょうね、はい、まあ、そこは見て覚えてください皆さんも。でパンに関してはプレイレベル高いじゃないですか、まあまあ、トータル的に見て、 ね、まあ、それも踏まえた上での、まあ、三国志大戦で勝つためにはどうしたらいいのか、話を伺ってます。でかいテーマですね。座談会も今回ありまして、ああまた例の、はい、有名覇王の集まる店っていうタイトルで、ああ、はいはい、今回は見つけやすくなってるんですか。隠してないです、今回は。あ隠してないですか。前回はね、僕の知らないところで勝手に隠されてるんですね。僕もブンブンさんに電話しましたからね。あれどうやったら見てるんですか。俺も分かんないんで聞いときますって言いましたからね。本当びっくりしました、はいはい、あまりにも不評だったんで、はい、普通に見れます。ああそうですね、まあ、それだけで大きな進歩。ああそうですね、はい、あとはパチロは喋らすとすごいですね。やっぱすごいです、ね、やっぱ彼は天才ですね。紙一重的なところにいますからね。どっち寄りなんだって話なんですけど、はい、その割にはでもあんま勝ってないですよね。はい、割と負けてます、ね。まあそんな覇王たちの、まあ、ちょっと本音の混じったコメントがね、いろいろ聞けると思うんで、はい、そちらもぜひ見てください。
はい、最後はですね、さくらんぼブービーカジノ香港初めて物語と、前回エイトとやったじゃないですか、はい、で今回カジ君の方とやったわけなんですけど、はい、まあ、いろいろ珍道中を報告したわけなんですけど、ね、いつもドキドキでしたね。というといろいろな面でいろいろな面で何が起きるかわからないみたいな、何をやらされるのみたいなね、本当いろんな邪魔者が来てね、本当大変でしたね、悪の組織とかね本当ですよ、もうびっくりですよ、まあ、そんなね、あの謎に包まれたまま、はい、このコンテンツにはあまり触れない方向 で、 そうです、はい、終わりにしたいと思います、はいはい、あれなんかモニター出てきましたけど、はい、最後に12決戦やったじゃないですか、はいはい、その中から1試合をですねちょっとウェーブ用にここでお届けしようかなと。マジですか、まあ、DVD とネットでの配信が両方あるんですけど、はい、まあ、今回のやつはちょっとウェーブ用に、あ、ええ、それぜひ見たいですね、使おうと思ってたんで、はい、まあ、手元映像付きなんでね、参考になると思うんで、はい、じゃあ早速ちょっと見てみたいと思います。はい、はい、今回の試合が小妻総司と純月京ですね。おお、いいですね、はい、これ小妻のデッキはかなり目新しいというか、そうですね、両端なんですけど、はい、はい、馬長入ってるんですよ。ああ、いいですね。前突じゃなくて一括ですね、これ。菊銀はあれですね、純銀ですから、あの観光号のやつですよね、観光号です。おお、これちょっと楽しみですね、どうですか、どっち勝つと思います。いやー、これでもやっぱ菊銀の方があれです、ね、いや、純銀なんで、槍が3体いるんで、やっぱ不利なんじゃないですかね。ああ、小妻そうですね、なんか大妻の方もね、はい、あの騎馬隊なんだけど号令なしっていうの面白いですよね。すごいですね、緑、緑とか使うんですかね、懐かしいですよね、はあ、うん、ああ、新速じゃねえな、清涼君ですね、はい、遠光とかもあの全バージョンバトが強かったですけど、あんま見なかったんですけど、そうそう、コンバージョンは結構みんな出てますよね、何気に武力結構高くなるんで、はい、使えるカードですね。けどまず柵をね、はい、したないと始まんないですからね、と見せかけて割と弾きましたね、これ。弾はやっぱ絶対向上するためにいきますね、で、柵狙いと言ってますね。いいですね、もう死んでも関係なしに、意地でも柵壊すんですよ、バチ落ちるの早かったっすね、まあこの時間死んでもすぐ復活しますね、はい、まあ、カウンターさえもらわなければ問題ないですね。さあ、柵はこれ赤ですね。あ、これ序盤小妻掃除いい感じですよね。いいですね、今張飛倒しましたね、うん、これで回復したらすぐにまた次軽く仕掛けに行くんじゃないですかね。まだ、あ、伏兵が出てないですか。フォートですね、これはどうなるんだね。普通に見入っちゃうよね。そうですね、うん、楽しみですね。舞うタイミングがね、あとそう大事ですね。だから、まあ、必要の方は式7溜まったタイミングで、まあ、逆にちょっと舞わないで待って、あのフォートを使うっていう選択肢もありなんで、うん、だから舞うと見せかけて今そう、ね、うん、どうしようかっていう状況ですね。で、必要舞うタイミングは本当にうまいと思うんですよね、うん、掃除強いですね、はい、まあちょっと激が強になっちゃいましたけど、はい、しっかり無双出てますね、これ。ああ、いきましたね。でこれ槍が1体減ったじゃないですか、これでかいですね、はい、もう柵壊れましたね、でさらに縄文もいい感じに男性の戸籍混ぜて、福江バタリー、おお、回復した。これバタイ踏んだ瞬間に、まあ、不屈の忠義で大陸全開と、はい、伏兵の意味が全くなかったですね、これちょっと伏銀きついですね。いや、純銀なんで、はい、はい、ポーチ使いましたね。これちょっとさすがにね、縄文食らっちゃってやばいんで守りに行ってますね、はい、バタイ、バタイ硬いっすわ、ここで忠義が落ちたら甘いのは私か。あ、ちょっと落ちますね、で、コーチをそろそろ切れますかね、これ。ああ、これが本当にね、うざいっすよね。うざいっすね、これが。いい粘りですね、長兵として。コーチの、まあ、ゼロ距離戦法がそろそろ切れる、切れましたね。あ、もう一発入りますね、これ。
実際全国当たったことある？まあ2人ともありますよ。どうでした？やっぱ2人とも強いですね。きついですか？もう負けることしか考えないですねやっぱり。いやいやいや、それまずいって。もう敗北の文字が出ますね、うん、開幕からいきなり。はい、ああ得下がるの覚悟するかみたいなね。もう STO 勝ったことないですね。あ、本当に全国で当たって水産これはやっぱこれでリード取って、はい、お互い士気もまあ十分じゃ十分なんですけどね、はい、ここで舞うのか舞わないのか。これ舞いそうですね。コートもいつも分かってるし、まだね。うん、これも連関手遅れですね。舞うとしては今しかなかったんだけど、あ、かけるとしたら。ああ、まあちゃんと橋工事を行って、こうするのがうまいですね、みんな。までですよね、はい、うん、さあ来ましたね、これ、はい、お金馬町の一括結局止めちゃうんですよ、一定時間、はい、カウントにして2カウントぐらいですかね。さあ参りましたよ、これ。お、来た。これはあれですね、回復する観光後の前ですね。あ、これ味方がね、みんな回復し続けるという。そうそうそう、まあ、オズマ掃除の方はこれちょっと倒さないと。あ、また来ましたね、これ。これで槍に舞台完全に動き停止させてますね。止めさせての舞を潰すと、うん、はい、槍の向きも変わんないですよね。そうなんですよ、完全に溜まっちゃうんで。結構強いですよ、はい。補聴費がまだ出てきてないんで、うん、あの観光の近くに甲冑しかいませんからね、うん、もうやっぱ上位の人たちは迷いがないですね、はい、この手で打つことにね、はい、うん、判断がやっぱ早いですよね。すぐ戻るぜ。これでもちょっと前潰せそうですね。もう近くまで来てるからね。 あとはまあうまく武力強化できれば。馬長がフリーってのでかいですね。でかいですね、はい、うわー、これちょっと順銀やばいですね。順銀で合ってます。順銀です。合ってます、大丈夫です。やってみましたね。あ、倉庫行ってるうちに補聴費が一発お、ただこれね、観光号がいないんでね、はい、こうなっちゃうときついですね。量感よく入ってますね。量感あります。あれもうまいっすね。あの病気でギリギリ乱戦になったのを、うん、まあ確認しながら馬長で量感を追うみたいなね。ここは引かせてもらう。いやー、これちょっときついっすね。で死にそうになったんで、まあ、天下無双書いて兵力回復と。病気も見ないっすね最近。見ないですけど、やっぱいたらいたでちょっと嫌ですよね。嫌ですね、うん、さあ突撃入って、うん、あの野菜食らわなきゃ。さあこれ何ですかね、住民の兵法。何してたんだろうな。あ、再起ですね。再起使うタイミングもなくなった。そうですね、まあ、バラバラに倒されちゃったんでね、あの再起ここで使うだろうっていうタイミングがちょっとなかったんですよね。まあ、逆にあのオズマの方がそのタイミング与えなかったっていうものも含めてさすがであると。ちょっと新カードにどうしてどう対応していいか分かんなかったみたいな。そうですね、実際ちょっとあの馬長の一括は、うん、かなり有効でしたよね。僕何回もやられましたよ馬長。あ、本当ですか。やっぱどう対処していいか分かんなくなっちゃいましたね、うん、で兵力回復させて縄文に、まあ、一発入れるってことですかね、これは。いや、オズマ掃除うまい。もう多分でも STO の手元とか今脅威すごいことになってますからねジョバジョバさせてますよ。ジョバジョバやってますね、ジョバジョバやるな、ね、こいつ本当に。一瞬で落ちましたよ。わー、すっげえ。はい、というわけで試合も見てもらったんですけど、いやすごいレベルの高い戦い、ね、ですよね。いいですね、はい。あのこんなレベルの高い試合とか、うん、まあ、レクチャーとかね、いろいろ入った大小生なんで、はい、まあ、1人3枚ぐらいはね。いやー、3枚じゃ足んないでしょ。足んないですか。じゃあまあ4枚5枚とね、もう店ごと買っちゃって、店ごと、店ごと買っちゃいます。あ、まあ、それぐらい買う勢いで、はい、買ってくれれば、まあ、月も出せるんで、はい、ぜひ皆さん買ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。